ごきげんよう、フォールアウト4。ただいま学校から出てきたところだけど、ファストトラベルしようと思ったら、なんかドンパチやってた。BOS はどこにでもいるな。すごいな。あれはなんだ？フラルグールがいる。強くない？ちょっと、ドッカンまた。ヘリは落ちるものだ。ヘリからなんか取れればいいけど。またスーパーミュータントと戦ってるのかな。なんだあれは。スーパーミニガン持ってる。おっかないね。この距離だったら当てられる？止まってくれないと。ニック前に出ないで。何？また落ちた。ヘリ落ちすぎなんだって。そんな出動するたんびにヘリ落としてたら。あ、倒した。経験値入らなかった。ちょっと加勢しよう。どちらにしてもここ一掃しないとファーストトラベル使えないし。ここはどこなんだ。学校の近く。あ、ボルトの近くだ。 BOS 頑張ってるね。暗いね。暗視ゴーグルがあってよかったよ。あそこか。ミニガン相手にしたくないけど。お待ちくだされ。勝てなかった。勝てるかと思ったんだけど勝てなかった。さあステーキでも食べよう。ヤオクアイのバラ肉。痛いね。あのエイムはおかしい。おかしいって。あのエイムはおかしいんだって。あ、倒してくれた。おかしいエイムの人がいる。あ、このペースだ。この銃はこのペースで撃つのがいい。結構いいよ。スーパーミュータン。ちょっと待って、なんでアヘ顔なんだ。スティムパック。シュー。薬物中毒になってる、もしや。パーク、どこで確認するんだろう。あれ、これパークだ。ストレングスマイナス。あ、あったあったあった。特に大丈夫だ。一時的にダメージ耐性上がってるけど。上にいるんだね。何、ニックミニガン持ってる？もしや。OK。ウィーン。やった、ミニガンだ。走れないよね。ニックがミニガン持ってる。おい、何か必要なものが。ニックにミニガン。お、ミニガンかジャンクを。あー、これ以上持ってないか。あとちょっと1でもいいんだ。あと1でも。あ、OK。ギリギリ走れるようになった。よし、ファースト。欲しいなぁ。ミニガンを置いていこうかな。でも BOS 仕様だよね。ミニガン置いていこう。それかジャンク、鉄のものをまた置いていこう。木材とか、あと鉄とか。また荷物整理ゲーになっている。あー、もっと整理してくればよかったね。ミニガンを
2ガン27キロもある。そもそも全部持ってくなんて無理、無理なんじゃない。あ、重さがない。重さがなかったりあったりしてわからないね、このタグ。重さがあったりなかったり。ミニガンバイバイ。やった、持っていけるね。これは価値が高い。そうでもないか。BOS の死体はこれからも手に入るから。もしかして、ヘルスゼロのものは、あ、すごい。ヘルスゼロのものは、重さがない。ラッキーだ。葉っぱ1枚あれば。よし。じゃあ、今度こそ、さっき倒したスーパーミュータント、気になるけど、行こう。すごい解放してる。こうしてみると、ここかな？あれ？飛べない。よし。イエス。もうすぐ27レベルだね。次何あげよう。重さで苦しんでるから、重さをそろそろ25を上げるやつ取ってもいいかも。でも銃のダメージを上げるものも上げたいし、バッツの命中率上げるやつも上げたいし、 AP 増やすものも上げたいし、いやー、どうしよっか。何を優先すべきかわからない。あのグールたちを始末してくれたのか。始末した。問題を起こしていたグールたちは始末した、うん、本当か。そいつはすごいでしょ。君たちミニッツめに感謝するよ。やったー。もちろん今後は協力させてもらう。これで頼む。ワークショップ、ワークショップ、共有になって、なって、なって、なった、なった、なってない、なってない。思惑通りにならなかった。なんでならないものなのかな。ちょっとあのパークをもう一回見てみよう。何のためにカリスマを取ったんだ。供給ラインをつなげられる。供給ライン、供給ラインとは。かっこいいね、ミニガン持ってるニック。供給ラインとは何ぞや。供給ライン、供給ラインなんてものはあったのかな。ちょっとこのクラフトの部分が本当によくわからなくて。建造物ではない。特殊供給ライン、パワー、パワーのその他、ライトボックス、ボルトテック、あ、電力が供給されると。供給ライン、供給ライン、電気が必要なのかな。供給ラインってまたちょっと研究してみます。てっきりこれがワークショップを開いたらこれが全部共有になるのかなと思ったけど、そうじゃなかったらすごい大変になるよ。いちいち資源移動しないといけないし。さあ残りはここだ。一回サンクチュアリーに戻ろうかな。ここに置いてきてもいいかも。ニック？いた。ここにジャンクを置いてこよう。ジャンク。すべて取るを知ったらミニガン取ってしまいそう。ニックがすごいミニガンを使ってくれているから。弾薬制限果たしてあるのかわからないが、これを渡したんだけど好きではないみたいだね。じゃあミニガンを。弾薬ある分しか撃たないのかな。ジャンクで、武器も入れておこう。あ、パワーアーマーも入れておこう。また取りに来る。よし。あとは武器。
いつかこれが共有にできるはずなんだよね。はずというのは、そうじゃないと本当にいちいち資源をその持ち運びしないといけないというか、だからそれはあまりにも非効率すぎて、よし次の植民地に、あ、まだ行けないのか、じゃあリビア衛星アレイから行こう。この辺結構行ったり来たりしてるな。リビア衛星アレイじゃなくて、その近くのあのなんだっけ、バンカーから行けばよかったかな。結構ミニッツメンのこのサブクエもなかなかやりごたえがある。報酬は少ないけど、でもいろんなところにいろんなそのスポットが見つかるから、結局さっきのエキスパートの扉は何が入ってたんだろうね。よし行こう。敵がいる？敵がいても私は走り続ける。ここはスーパーミュータントがいたところだ。 BOS のホロテープを探し回ったところだ。カウンティークロッシング、そんなこんなとこなかった気がするが、ああ来た。しかも行商にいる、さっき置いてきたばっかなのに。殺されると思うようになった。カーラかな。道はあまりにも長い。誰だ、ドクターウェザー。持病でもあるのかい。ある。私をからかいたいだけなのか。治してくれるかな。治療して。ああお医者さん見てくれ。症状を教えてくれれば手当てできるぞ。ああ高いね。結構高いね。中毒になってるのかな。気にするな。何でもない。いいだろう。それじゃ。分かったらバラも見ない。今中毒症状出てるとか、そんな気がするんだ。右下にあの薬のマークが出てるから。ただどうやって見たらいいのかわからない。助けてくれ。息子が誘拐されたんだ。分かった。ちょっとこのキャラバン先生、何か持病でもあるのかい。やっぱり治して。それとも私をからかいたいだけなのか。治療して。何がおかしいか見てくれドクター。症状を教えて。中毒を治療。一種類の化学物質をたくさん取りすぎた。何かできることはあるか。いい人生には欠かせないものだよな。後味を洗い流すものをあげよう。ありがとう。これで治ったかな。サイコジェットを使う。できた。まだ何か問題あるか。希望が出てきただろう。うん。何でもない。いや、終わった。これからも体を大事にするんだぞ。いいかい。いちいち。なあ先生。このドクターウェザーズはどんな内身や傷口。取引。何か補給品が。スティムパック化学物質。なんやかやがある。お。おすごい。これらはあまりジャンクはあまりないけど、薬がたくさん売ってある。血液パック買って自分で作った方がお得なのかな。スティムパックをどうなんだろうね。ラットアウェイも必要だね。でも1個あたり161キャップもする。高いな。治療してもらった方がお得だってことが分かりました。売れるものはさっき置いてきちゃった。何かまだ持ってるものはないだろうか。それにしても持ちすぎているね。ない。じゃあ血液パックを一応買っておこう。このマイクロスコープも欲しいけど、またそれは今度で。助けてくれ、友達が誘拐されたんだ。ラッキーだな。ラッキーだな。誘拐事件なら任せてくれ。数日以内に身の代金を取りに来ると言ってた。ガンナーかな。払わなければ彼は殺されてしまう。でもそんな金どうやって用意すれば。200キャップか。取り戻そう。どこに。彼がどこにいるかわかるか。ああ地図に印をつけておくよ。身に爪に助けを求めたけど、まさか来てくれるとは思わなかったよ。彼を助けてやってくれ。
喋り終わる前に去るな。さあ、アヘ顔は治ってるだろうか。あ、治ってるね。やっぱり症状を見て判断するしかないみたい。じゃあここかな、どこかな。遠いな。あ、そうでもないか。ここは行ったことあるみたい。モンシニョールブラザー、オッケー。飛べると便利だ。あ、そういえばこの脳みそくん、名前なんだっけ。名前をちゃんとつけようと思って、その日本語を入力しようと思ったんだけど、あのユニコードを入力しないと日本語で表示されないらしくて、めんどくさいので放置してます。ただ話しかければ誰かわかるから。あとサンクチュアリーにいる脳みそくんは一人しかいないので。ちなみに自分の名前もひらがなにできるらしいけど、そこまで重要ではないからな。プレイステーション4版だったらそのまんまひらがな入力できるらしいんだけど、早くパッチが。といっても発売して、何、ナイス。ミニガン持ってるだけあって強いね。ロボがいるよ。それは無駄にしたくないだろう。そう、キャップは重要なんだ。地雷が多いね。うん、地雷解除していこう。 OK。 レーダーは強めだね、この辺のレーダーは。あれはストロングのいるタワーだ。行こう。ここは通りかかったのかな、前に入ったことあるのかな、どっちだろう。見てみたらわかる気がする。今回はレーダーが相手なんだ。この入植者を助ける系の、あ、ないかも。またハッキングして経験値を稼ぎたい。よし、これマウス使った方が早いかも。あー、近いね。やった。 OK。 せっかくだから起動してもいいか。 OK。 起動中、プロテクトロン始動。始動、ウィンガシャン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 、やかん。あ、スティンパック。人の頭が、うん、危なかったね。人の頭が冷蔵庫にしまわれていた。ここは安全なのかな。はい。お、すごい、ラーメン博物館みたいな、そんな雰囲気だ。ブック、あ、また雑誌があるかと思ったけど、すでに焼けていたや。ニックは探偵の仕事があるんじゃないのかな。こう連れ回しても大丈夫なのかな。一石二鳥、三鳥かな。後ろにいる。なんで、なんで君が撃つ、なんで君が撃つんだ、なんで君が。君を解放したのは私なのに。あんたの相手は故障しているよ。もう、くれ、危ない。伝説レーダー、ペーストフード食べないと。何が、あ、ごめんニック。
ているなと思った矢先だ。ニックが悪いんだ今のは。悪趣味だね。いやそのヘルメット懐かしい。あー溶けちゃった。溶けても物資は残る。いいね。暗躍、これはレーダー最高伝説の、あ、いた。ん、いいものが一瞬ちらっと見えた気がする。パイプスナイパーライフル、これじゃない。あ、これか。弾が爆発し周囲に15ダメージを与えるだと。え、強くないこれ。あ、でも308を使うんだ。爆発のパイプ、おー、どんどん魅力的なものが手に入っていくね。これはパーツを回収できるから持っていこう。さあ人質殺されていないといいが、こう攻めてきたと分かった瞬間に頭をパンって打ち抜かれてそうな、そんな感じ。フードペースト食べるかあ、でも防御力上がるんだね。悪くないかも。溶けてるからこっちだ。ラジオが流れてる。ケンブリッジ、外に出てしまう。間違えて外に出てしまったかな。このクソ野郎近い。あんたとうまく握れているなと思った矢先だ。スティームパックみんな持ってていいね。わかりやすいや、やっぱり食品だけを、弾薬食品だけを素早く選んで。出ないよまだ、戻るよ。選んで取れるからこのモッドは入れてよかった。ただ日本語にするのに少し手間がかかったから、インストールするだけじゃ適用されないかもしれない。エレベーターだ。だいたいエレベーターに乗っていく。よいしょ。上に参ります。4階。4階。なん、アパートみたいな感じか。アーマー作業台か。アーマー系のパークは取っていなかったから、もう解放しない。いいね。あ、ミスターハンディ。ヘアピンだ。この感じだ。フォールアウト。あ、トイレちゃんと仕切られてる。どこだろうね。下だね。下を指しているね。4階はちょっと上りすぎたかな。降りるエレベーターに乗りたい。あ、これで降りていこう。こっちを指してる。あ、いた。これピン立てしていなかったらタレットが近くにいるな。タレットをやっつけてから彼を助けよう。タレットじゃなくて発電機かな。助けてくれ。野球ユニフォーム。何が回ってる。発電機かな。助けに来たよ。誘拐された。誘拐されたのか。ああ、神様、助けに来てくれたのか。身代金目当てに誘拐されて。でも身代金なんてみんな払えるわけがない。ああ、救出する。心配するな、助けてやる。ありがとう。
じゃあ行こうか。行こう。これで連れて帰ればいいんだね。まだ上に見るとこあったからちょっと見てきたいかも。せっかくエレベーター呼んで上に登ったのに降りてきちゃいましたね。ついてくるのかな。ファストトラベルで行ってもついてくるかな。じゃあ勝手に上見てます。適当に暇つぶしててください。よし、3階までしか行かないんだ。4階にはここは見た。でこっちは何もなくて、タバコで、こっから出られるんだ。割と室内はこれだけなのかもね。クリアって出れば多分これだけなんだ。きっとそうだ。一体豆がいくつできたか。あれは何だ。豆ができたのかい。これ普通に打った方が当たりますね。大丈夫か。入植者も戦うね。いいね。こっちに引っ張れないものは投げてくれ。おい、これでここのレーダーは全滅かな。クリアになってない。クリアになってない。何か取り逃してるのかも。とりあえず戻って報告しましょう。はい。でまた一人で探索しに来よう。ジャンクを集めるついでに。これなんだ。接近武器かな。なんかビリビリしそう。 OK。 入植者、入植者いた。助けてくれてありがとう。うん、俺のしようもない。どういたしまして。どういたしまして。ミニツメンに参加することを決めたよ。やったー。困ったことがあればいつでも力を貸そう。いいね。95キャップ。95キャップ。200キャップが95キャップになっただけじゃないか。あ、ヌードルカップ作れる。他に野菜スープも作れる。 OK。 ヌードルカップ。で、ロースト。久々の料理だ。これで軽くなるぞ。ドッグチョップ。よし、たくさん焼く。こんなに生肉持ってたんだね。経験値がもらえていいね。うん、レベルアップ。料理してたらレベルが上がった件について。よーし、ローストした前は楽。オッケー。あ、お酒組み合わせてこれにできるんだ。インテリジェンスがすごい下がるな。ぬかコーラ1個作ろう。チュポン。オッケー。じゃあ今回はここまでにしとこう。でちょっといろいろあれこれワークショップのこのこれとかいろいろちょっと研究してみたいと思う。せっかく撮ったのにね。交易路の作り方とか、あといろいろまた一人で探索してきます。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様です。